マンションいい話コンテスト2015の表彰式が行われて、ゲストに元モーニング娘。の吉沢ひとみさんと、そして石川梨花さんが出席。新婚の吉沢さんにクリスマスの予定を伺ってみると、何かしたいなと、記念日の頃何かをしたいなと思います。はい、石川さん寂しそうですけど。いや、寂しくないですよ。ただクリスマスの予定は何も決まってません。当時はやっぱり石川さんの人気あったじゃないですか。人気と結婚関係ないと思いますけど。先日後藤真希さんが女の子を出産されて、モーニング娘。の OG の皆さんもママさんたちが多くなって、記者からはこんな質問もありました。うちのハロプロが託児所みたいな。作れる、1個作れる、作った方がなんか楽な気がしますね。ね、仕事みんなでやること多いし、それこそさっき思ったんですけど、みんなで同じマンション住んだら楽しそうだなって。めんどくさいよ。めんどくさいでしょ。本当に当たり前じゃん。